一人みんなを作るからな、箱持ってって貼っていい。どうも、調査員のバルバラ方です。今日から始まったトナビチューリップフェアの早速このトナビチューリップフェアの見どころを紹介したいんですけど、まずはこちらご覧ください。なんとこの壁、チューリップでできた壁なんです。高さが4メーターあって、多いところですと、10段以上のチューリップの鉢が縦に並んでいるそうなんですよ。こちらは花の大谷に野外ステージにおきまして上へとお上がりくださいますようお願いいたします。